俺だよ俺、ハンバーグだよ、ハンバーグ。納車です。ありがとうございます。ついに、ハンターカブ納車の日やってまいりました。連絡が入りまして、来ました、すぐ来ました。結構待ち遠しくて楽しみですね。いや楽しみでしたよ本当に。で今から行きまして、まあ、最後の手続きやって、まあ、お支払いして、今日現金でキャッシュで払おうと思ってます。これでね、もうビターンと洗おうと思ったんですよ。電子決済とかね、このカードの時代ですけど、現生のね、この厚み、手の感覚、しびれますよね。納車しましょう。俺だよ俺、ハンバーグだよ、ハンバーグ。お騒がせします。午前中のやっぱりガレージって響きますね。お久しぶりでございます。はい、松島さん、ありがとうございます。ご連絡いただきました。やっと届きましたので、いや、早速いただきます。はい、お願いします。ちょっとお待ちください。うっ、来た、来ました。うわ、お待たせいたしました。こちらです、ご紹介しましょう。ハンターカー。似てんなと思って言うなと思います。ハンバーグとハンターカーブでね。うわー、すごい、ありがとうございます。納車されました。ありがとうございます。かっこよくないですか。これが今後ね、ハンバーグショーの街乗りの時の足となりますので、結構車高が高い。あ、しっかりしてますね、バクが。すごい。え、これの足が短いのかな。あ、両足ベタつきいかないですか。ベタつきいかない。普通はシートは高い方。いやー、でもかっこいいね。すごいよ。嬉しい。すごい。これは嬉しいな。ナンバーを見てください。知ってますか皆さん、これかわいい、かわいいでしょ。今こういうナンバーがあるんですよ。ご当地ナンバーですよね。もうね、もういっちゃうんです。 E.98 です。ナンバー、はい、港区。これがハンバーグ師匠のハンターカブのナンバー。はっきりと言うんですね、うん、いたずらだけはしないでね。前の兜とは全然やっぱ違いますね。そうですね、エンジンからも変わってますんで。前のハンター兜と言われる前の世代のやつよりは、はい、まあ、当然キャブレターがインジェクションになったりとか、うん、ブレーキ周りの足周りの装備が、うん、ディスクブレーキになったりとか、はい、今風に、まあ、名前はハンター兜っていうけど全然進化してますので、うん、はい、フロントフォークの作りから何から、はいはい、メーターから、はい、トーカルに至るまで、なので全然もう乗り味は違いますので、非常に乗りやすいと思います。最初はちょっと新車なんで、うん、ちょっとミッションがちょっと硬いかなとかあるかもしれないですけど、だんだん馴染んできますので、はい、その辺は、はい、時間を。これミッションは、はい、普通の兜と同じ、はい、4速前に4速飛んでる、前にポンポンと、はい、そうです、全部前に行くと。そうですね、はい、前をつま先の方を踏むとシフトが進んでいきますので、1,2,3,4といきます。で、ニュートラルに戻る、はい、前を見れば4から N に戻ってくれます。師匠ご存知だと思うんですけど、はいはい、まあ、まずメインスイッチこちらですね、はい、でオンの状態で、はい、全部つきますんで、ニュートラルであれば N のランプがつきますんで、はい、そのままスタートボタンを押していきます。ライトも点灯します。ハイビーム、ロービーム、はい、あとこちらがコーンですね、はい、
スキャンセルになりますので、うん、曲がり終わったら押していただければ、うん、いざという時に、まあ、キルスイッチ、うん、エンジンを急いで止めなきゃいけない時は、うん、それメーター類は、うん、上が燃料系です。これが今メモリが4つついてますね、うん、はい、でスピードメーターとトータルの距離、うん、でこちらを押すとトリップメーター、うん、AB トータルのこの3つの切り替えになりますので、はい、燃費ってこれどれぐらいなんですか。燃費はだいたい走り方とか積載量によりますけど、はい、40前後は、リッター40、はい、めちゃくちゃいいじゃないですか。とんでもないですね。ちょっと、まあ、走り方によってもうちょっと落ちちゃう人もいますけど。タンク容量は結構 5.3 リッターあります。はい、どこですか。注意がですね、シート、鍵じゃないと開かないんですよ。今鍵なんだ。はい、ここに挿していただいて気に回しながらちょっとポケットバカやれば、はい、でこっちここに、あとは手で回ります。今はレギュラーガソリン3リッターほど入ってます。ありがとうございます。これ赤かっこいいな。赤いい、赤いいね。これ俺今からソープランドピンクに塗り上げようと思ってるんですけど、はい、本当に塗っちゃうんですか。はい、あやっぱこの色で乗っていい。まあできればもうしばらくの間でも乗ってほしいかなと思うんですけどね。でも乗っちゃうんですよ。ノーって言ったよ。これで納車完了です。今日納車なんですか。そうなんです。だから実は僕アスキーというバイターで取材に来てるんですよ。あ、この、ええ、そうですか。何の取材ですか。いや、バイクを買ったよっていう。誰がですか。僕が。おお、おめでとうございます。ありがとうございます。一ヶ月前に買ってるんですけど。はい、で今回あの定期点検で。あ、そうかそうか。はい、何買われたんですか。CBR の250。CBR の2班だ。2班。そうです。はい。これです。発見。いや、もう新車またがってください。いや、悪いですよそんな。いやいや、ぜひぜひぜひ。で写真撮らせてください。いいですか。そうそうそう。え、これアスキーに乗るんですか。もしよろしければ、あのギャラとか全然発生しお支払いできないですけど。俺は全然いいですよ。出会いが出会いがあるね。ありがとうございます。かっこいいです。バチバチバチ。はい、ありがとうございます。とんでもございません。さすがにちょっとあのソープランドピンクにはちょっと塗れないんですけど。それは出いただいてますよ。とんでもございません。こちらこんな感じですね。これは一番最初ですけども、はい、まあ、あのキャッシュレスで注文してみたっていう記事を作ってみて、でこういう感じで実際にペイペイで買ってみたっていう記事を。あ、ペイペイでバイク買ったんですか。すげえ。ペイペイ決済できるんですよ。いや、俺今現ナマで払いましたよ。あ、だけど1回の車内が1日50万円らしくて、結局2回に分けて2日間来なきゃいけないっていう。あ、そうなんだ。これ80万か90万しますので。CBR ね。まあ、いろんな話を伺いながら、バイクの契約ってどうする。ご自身のお顔はこうなってますか。あ、これそうなんですよ。別に。もう、まるっきり一緒じゃないですか。そうなんですけど。まるっきり一緒だよ。アニメに。あの、これファミツ、ファミツの、あの、何でしたっけ、ゲームレビューのところで書いてくださってる、あの、似顔絵の方に。ああ、そうだ。ただ今もうこれ顔出ちゃってますけど大丈夫ですか。それは、まあ、しょうがないですね。しょうがない。しょうがないです。腹くくりましたね今。腹くくった。今から、このハンターカブを早速ソープランドピンクに塗りに行きます。はい、まあ、もうこの足で行くってもう決めてましたんで。はい、赤いとこはもう今日までです、見れるの。ありがとう。今までありがとう。ありがとうって、まだそっからここ来ただけじゃないですか。今から埼玉県の川口市まで行きます。埼玉県の川口市にあるハラペコモーターズです。これ実はハンバーグ師匠の YouTube チャンネルの方に G メール設定してるんですけど、はいはいはい、そこの G メールにそのハラペコモーターズの方からハンターカブ買った方がいました。 YouTube いつも楽しく拝見してます、はい、うちは、塗装だとか下部に特化したカスタムをしてるんです。なので
ぜひ師匠がよろしかったらうちで何か一緒にやらせてくれませんか、依頼が来て、これをお任せしたいなと思って、まあ、僕は直接連絡して、興味があるんですけど、いついつ納車なんですけどどうですか、分かりました、待ってます。何でも全部自分でやりますね。やりますね。もう今フェスのスポンサーも今自力で探してる最中。ちょっと長い1時間半のドライブになりますけど、お付き合いください。はい、お願いします。おお、快適だね。雨降ってんな。めちゃくちゃ楽だね。手袋だ。しかしこのクラッチがないっていうのは、まあ、楽だけど不安になるな。最初は荷物積みすぎだから。ギアの感じがちょっとまだつかめないな。まあでも鳴らし運転にはちょうどいいかな。どうですか。いやもう楽。ギアの状態がちょっとよくまだ分かってないけど、ハンターカブって今納車してきたんですよ。これって止まってる時にニュートラルにするのってどうやってやるんですか。このまま踏めばいい。ロータリーだから一速二速三速ニュートラだから、このまま上げなくてもいい。このまま全部踏んじゃえばいい。この状態でニュートラルにはできないんですか。踏めばいい。下にこれクラッチないんじゃない。クラッチないからかなり振ればいい。じゃあ今これニュートラルですか。エンジンかあの吹かしてみてもらう。3だったら、4だったらニュートラルじゃない。あ、分かった、ありがとうございます。これ4速なんですよ。あ、4速そうなんですよ、今ありがとうございます。カブのおっちゃん優しかったな。オッケー、これでストレス解消。いいね、行こう行こう。いいいいいい感じ。雨も上がって、ちょっとあれだね、やっぱりあの10月末だからやっぱ寒さが出てきてるかな。もうこれ以上行くとダウンか、ライダースか着ないと持たないかな。埼玉県、乗り心地的にはかなり楽だね。でバイク自体の取り扱いも小さいから、まあ、それはハーレと比べるとだいぶおまれが効く感じ。またアメトークでバイク芸人やってくんないかな。もうこのピンクに乗ったハンターカブで行くの、うん、
必死八九十。もうだってこれで完成だよ。そうか、これがソープランドティンか。これすごくない？これ家具なの？すげえ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 。ハンバーグ視聴チャンネル最後までご覧いただきありがとう。いや、ありがちゅう。チャンネル登録よろにくね。ハンバーグ。